えばさっき言いましたけども、実感で見ると私はね、この火なんですよ。だから火というところが、まあ、強くもあり弱くもありというか、絶えず注意しなければならないです、私は。でこれは性格的にも私はこの分野に入るので、土の中の陰のグループなんですよ私は。だからこっちの方が、蚊の方が私の親なんで、こっちの人に私は頭上がれへんんですよ、うん、その代わり私はこっちの人には強いです。物言いやすい、こっちから言われたら逆らえないみたいな。当てはめたらぴったりですか？大体、あの子そうですよ、ここなんですよ。私は上なんですか？そうです、私は頭上がれへんんですよ。ただこれが創生の関係、上の人には勝てないです。反対にもう一つ、創国の関係というのがあるんですよ。創国の関係というのがあって、これは一つ飛びなんです。こういう形です、創国の関係。だから私が例えばここなんで、この人に勝てないなと思うと、でも私はこの水の人には強いんですよ。水の人に言って、おいこいつやっつけてくれって言えるわけですよ。これが創国の関係、うん、こういうのがそのちょっと言いましたけども、まあそういう、まあ、ちょっと話をこう広げていくとですね、陰陽五行説、この中医学の元となっている陰陽五行説、中国の古代哲学というのはこういう人間関係もですね、表すことができる、まあ、とても興味深いところですよね。